神の子イエス・キリストの血による完全な贖いがなされるまでに、一時しのぎの贖罪のための儀式、動物の血が流され続けたわけですけれども、この動物が殺されて血が流されるという、おぞましい、ことが、相当長い期間続く神様が設けられた、どのような意味があったのでしょうか。本当のところは分からないですよね。分からないですけれども、やっぱり神様はね、忍耐強い方なんですよ。で、だからギリギリまで待っておられたんだろうと。で、神様だってね、御子のイエス様を地上に使わすの辛いですよね。それはね、それでもそれしかないと。だからどうにもこうにもというところまで人類がある意味で悪いことを続けながら、多少は分かるまで待っておられたのかなと、なんとなく思っちゃうんですけれどもね。ああやって動物を犠牲にするということがどれほどむごたらしいことかということを、もしかしたら人類は慣れちゃったのかもしれないです。よく考えたら、私たち肉を食べるんですよ。自分で殺さないから何とも思わないで食べてるんですけども、本当はむごたらしいですよね。よく考えたら、私が子供の時代、小学生の時代だったんですけどね、もう随分大昔の話、土佐津町からね、牛が血だらけで逃げ出したんですよ。で、それを5、6歳の男の子が見ちゃったんですよ。でも本当にどんな光景だったのか、ちょっとね、具体的に私見てないか分かんないですけども、もう血だらけで逃げ出した、それを見ちゃった5、6歳の男の子、それ以後肉が食べられなくなった。本当にやっぱり人間ってそういう、なんていうの、感性というか、いい心を持っているように作られてるんですよ。だけども、もういつもいつも自分の罪を贖うために動物を殺していたら、もしかしたら平気になっちゃったかもしれない。神様のもう忍耐もここまでみたいなことだったのかもしれませんが、そのギリギリまで人類を教育したかったのかもしれませんし、まあその辺のことは分かりませんが、とにかく随分長いことそれをした後にイエス様を地上に使わされた。で、そしたら早くも御再臨あってもいいかなと思って、また地球ボロボロになってきてもまだいらっしゃらない。本当に忍耐強いお方だなと思うんですけども、で、それはクリスチャン一人一人がその救われた時のことを思い出したら、なんとなく納得かなと。まあ私はね、少なくとも私自身は救われた時に、神様はもうとっくの昔に私を処罰、命を取っておられても、全然文句も言えない生活をしてたなと。神様を否定してたんですもんね、はっきりと。そしてそういうことを平気で喋ってた。でも神様はずっと待っててくださったというね、自分の歴史を振り返ると、神様はどんなに忍耐強いお方かということをね、身にしみて味わって、ああありがたいと思いましたからね。多分そういうことかなという気がします。